グレート・アントニオはカナダのプロレスラー、クロアチアザグレブ出身。1945年、クロアチア併合後のユーゴスラビアからカナダのバスコシア州ハリファックスに移住。海力自慢のストロングマンとしてスポーツエンターテイメントのキャリアを開始し、1952年には433トンの列車を19.8メートル引っ張ったとして、ギネス世界記録に乗ったという。 サーカスやカーニバルのアトラクションへの出演を本業としつつ、プロレスのリングにも上がり、1959年はテキサスのダラス地区を皮切りにカナダやアメリカの各テリトリーを転戦。カルガリーではモーリスとポールのバション兄弟を相手にハンディキャップマッチを行い、トロントではジンキニスキーやハードボイルドをはがき、ミネアポリスではバーン、ガニアと対戦。 ミネアポリス地区のカナダでの拠点だったウィニペグでは10月2日にヘイスタックカルフォーンとの長距離間対決も実現している。1960年は5月から9月にかけてニューヨーク地区に出場しブルーノ・サン・マルチのアントニオ・ロッカ、リッキー・スター、ベアキャット・ライトラと対戦。ヒールのポジションでパンピロ・フィルポやドクター・ジェリー・グラハム、ワルド・ホーン・エリックともタッグを組んだ。 1961年5月、グレート統合のブッキングで、初来日し、日本プロレスの第3回ワールド大リーグ戦に参戦。6月2日には、倉前国技館にて、力道山のインターナショナルヘビー級王座に挑戦した。来日時は、羽田空港でソファーを投げつけたり、神宮外苑会画館前で満員の大型バス3だよ。 引っ張るというデモンストレーションを行い話題を集めた。しかし、試合自体は実力が伴わず、力道山とのタイトルマッチも2から0のストレート負け。また、観客動員への貢献を鼻にかけ、ボーナスの支払いや契約の延長を要求するなど増長した態度を見せたため、同シリーズに来日していたミスター X やカール・クラウザーらに制裁を加えられ、契約満了をもって、 シリーズ途中で帰国している。帰国後は、オクラホマ地区を経て、10月に、テキサスのアマリロ地区に登場。10月12日には、当時ドリー・ファンクシニアが保持していたアマリロ版の、NWA 北米ヘビー級王座に挑戦している。その後は、同じ10月の16日に、ニック・ロバーツ戦、18日と19日に、タフ、トニー・ボーンとのにアウト・オブ・サンフォールズマッチ。 23日に、インディアンレスラーのサニー・ウォー・クラウド戦、26日に、ミスター・クリーン戦をこなしている。そして翌月の11月には8日に8人、バトルロイヤルに出場し、翌9日にも7人、バトルロイヤルに出場しているが、これ以降アメリカでの試合記録は残っていない。その後は、サーカス業界に戻ったとされている。1977年10月、新日本プロレスの、 トーコンシリーズ第2弾開幕戦に突如乱入。16年ぶりの再来日を果たし、最終戦の12月8日に、倉前国技館でアントニオ猪木と対戦するも惨敗した。この再来日時にもバスを引っ張るデモンストレーションを行ったが、北海道室蘭市で、道南バスの観光バス1台を引っ張ったにとどまった。2003年9月7日、晩年の居住地だったモントリオールにて、 心臓発作により死去。77歳ボーモントリオールでは晩年の20年ほどを過ごしていたが、地元では、卑怯な行動をする人物として愛されていた人物であったといい、死後に彼を検証する壁画やベンチなどが市民により作られている。彼の晩年の収集物は、長年にわたりめもされてきた紙切れ、世界中の書物の切り抜き、そしてゴミ袋であったといい、 彼の死後に、その膨大な収集物の中からビル・クリントンの、事務所からの手紙や、ピエール・トルドー、ライザ・ミネリ、リー・メジャース、ソフィア・ローレン、ジョニー・カーソンらの古い写真などが発見されたという。グレート・アントニオの名は、カナダ人の間では著名な存在であり、カナダ出身の著述家である、イリース・グラベルは、彼を題材とした子供向けの絵本を描き、カナダを拠点にする。 音楽グループである名イは2008年、ザバールブラザースは2017年に、それぞれ彼を題材とした楽曲を発表している。ありがとうございます。